皆さんこんにちは。華やかで美しい演技が人々を魅了するフィギュアスケート界、選手たちのスケートはもちろんですが、その選手たちが着用する衣装を楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。ラインストーン、スパンコール、シフォンをあしらったカラフルな衣装はどれも魅力的ですね。さらに選手たちの演技に芸術性と個性を与え、流れるような生地が氷上で繰り広げられるジャンプやスピンなどの優雅さを一層際立たせてくれています。今回は3度の全日本選手権表彰台の経験を持つ中野ゆかりさんが語る衣装の秘密について紹介していきたいと思います。でははじめに中野ゆかりさんについて紹介しましょう。1985年8月25日、愛知県で生まれた中野ゆかりさんは、6歳からスケートを始め、伊藤みどりさんを育てた山田真知子コーチの指導を受け、才能を開花させました。中野ゆかりさんといえば、6種類の3回転ジャンプを飛ぶ数少ない女子選手ですね。1999年に行われた全日本ノービス選手権 A クラスで優勝し、自身初の国際大会となるトリグラフトロフィーノービスクラスでも優勝を果たしまし、2000年にはジュニアグランプリシリーズで2戦続けて優勝し、全日本ジュニア選手権でも初優勝と快挙を成し遂げています。シニアクラスに転向後も活躍は続き、アジア冬季大会、四大陸選手権等でメダルを獲得。さらに2007年のアジア冬季大会では念願の金メダルを獲得しました。現役時代はスピンを得意として国際的に高い評価を受けた中野ゆかりさんは、世界一のドーナツスピンとも言われていましたね。2005年 NHK 杯優勝、 GP ファイナル3くらい、2008年世界選手権4位など国際舞台でも活躍していました。全日本選手権は表彰台を3度経験するも、バンクーバー五輪代表選考を兼ねた全日本選手権ではわずか 0.17 点差で代表の切符を逃し、オリンピックへの出場はできないまま現役引退を決断したのです。2010年には現役引退後、フジテレビに入社、スポーツ番組のディレクターとして数々の競技を取材し、2019年3月に退社。現在は講演活動を行うほか、審判員としても活動し、2015年には一般男性と結婚し、現在は2児の母親となっています。では早速中野ゆかりさんの衣装の秘密について紹介しましょう。フィギュアスケートの衣装は鮮やかで美しいものばかりですね。演技とともに観客の心に残る衣装は、作品としてのプログラムを形作る重要な一部です。そして衣装はリング上で戦う選手にとって戦闘服であり、選手にパワーを与えてくれています。そんな衣装はどのように作られていくのでしょうか。中野ゆかりさんの場合は、国内外のフィギュアスケートの衣装を専門で作られている衣装屋さんやデザイナーに依頼をします。中野ゆかりさんがバレエ音楽であるジゼルのプログラムをやっていたシーズンの際には、クラシックバレエの衣装を専門にしている方に依頼し、制作のために海外まで自ら足を運んだこともあるそうです。衣装がどれほど重要な役割なのかを感じさせられますね。中野ゆかりさんの母親は洋服も作れるくらい裁縫が得意としていたため、初めての衣装や練習着など母親が作ってくれることも多かったそうです。ただデザイン性はやはり専門のデザイナーと比べると衰えてしまうことから、中野ゆかりさんは母親と共にどんなものが流行っているのかなど勉強し制作していました。四大陸選手権など大きな国際大会に出るようになってからは、専門家へ依頼するようになっていきます。そんな衣装制作はどれぐらいの費用が必要なのでしょうか。海外のデザイナーに依頼する場合は最低10万以上になることがほほとんと。しかしデザイン料も含めて50万以上もかかることもあり、選手によって衣装に費やす費用は異なるようです。スピンやジャンプなど技術点はもちろん、
表現力を豊かにするためにも、音楽や演技など世界観に合った衣装は非常に重要です。さらに選手との相性もとても重要な要素と言えます。中野ゆかりさんは衣装についてメンタル面からも演技に影響を与えると語っています。やはり自分の気に入った衣装を着ることで演技がより一層魅力的になり、インパクトを残すきっかけへとつながっていくのです。中野ゆかりさんの衣装にまつわるエピソードを紹介しましょう。一番多いハプニングであり悩みでもあるのが色あせです。1シーズンで多い時は10大会ほど出場することもあり、汗で衣装の色が変わってしまうことです。そのためシーズンの始めと終わりで衣装の色が異なってしまうのです。さらに高難度プログラムに挑戦するにつれ、選手たちの運動量も激しくなり、衣装も進化が求められ軽量化していきました。それがゆえに耐久性が欠けてしまうデメリットもあります。中野ゆかりさんの場合、ジャンプで転んだ際に生地が裂けてしまうことがあり、部分的な修繕が必要になることもあったそうです。中野ゆかりさんが今も鮮明に記憶に残っていると語るフィギュア界の衣装のハプニングは、2005年のスケートカナダで起きたジェフリー・バトル選手が演技中に太ももの部分の生地がパックリと破れてしまったことです。ジェフリー・バトル選手本人は素晴らしい演技をしているのですが、そうなると見ている観客も関係者もどうしても生地の破れが気になってしまうもの。これをきっかけに衣装が破れたり裂けたりということはできるだけ起こらないようにしたいと改めて感じたそうです。そんな衣装の手入れは大変そうなのは想像つきますね。衣装はすべて手洗いで行い、シワを防ぐためにスチームをしながらアイロンをかけ、綺麗な衣装を保っているようです。中野ゆかりさんがすごく思い入れのあると語る衣装を紹介しましょう。2008年フリープログラムスペイン起草局で着用したロシアで制作した衣装です。この衣装はデザイナーへ依頼したにもかかわらず、デザイナーとは一度も会わずに制作を終えています。発注から完成までの流れはというと、中野ゆかりさん自ら頭からつま先まで採寸しメールで報告します。さらに希望の色や曲のイメージを伝えると、デザイナーからは10通りほどのデザイン案と値段が提出され、その中から振付師の先生やコーチと相談し決定します。すべてのやり取りをメールのみで行い、制作後海外から衣装が届き、このように最後までデザイナーさんと会うことなく衣装が完成してしまうこともあるようです。時にはイメージと異なる箇所やサイズが合わないこともあるので、そんな時は母親が直してくれていたようです。次に中野ゆかりさんの一番お気に入りの衣装を紹介しましょう。それは2006年のプログラムでもある母親が作ってくれたシンデレラです。色白の中村ゆかりさんの肌の色に近い素材が見つからず、母親は生地の一部を染め直し、肌の色と大差ないほどの完璧な調整を行いました。飾りが綺麗に見える立体感を出すことに成功したこの衣装は、周囲から素晴らしいと褒められることも多く、中村ゆかりさん自身も自分の肌と一体感を作れた衣装は自分の中で思い出深いと語っています。そんな中野ゆかりさんの衣装のこだわりは布です。特に絹を軽くて好んでおり、母親にはなるべく軽く作ってほしいと伝えていたようです。フィギュアスケートを行う上で衣装の重さも演技に左右するため、少しでも軽くするため生地はもちろん、装飾品であるストーンなどの素材も軽いものを選ぶようにしているようです。過去に真珠をつけた衣装で演技をした際には、技術面で影響が出たというほど、フィギュア選手たちはグラム単位で制作しています。華々しい演技とともに見せる衣装の背景には、選手たちが数々の工夫を凝らし演技をより一層魅力的なものにするためにこだわりの衣装を身につけているのです。そして自らをさらに美しく見せると同時に、プログラムの世界観を表現する衣装には
選手の思いも詰まっているのです。衣装の秘密を知ったことでフィギュアスケートをより一層楽しむことができるのではないでしょうか。選手たちの衣装にも注目してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価の方もぜひお願いいたします。それではまた。